トビアス・ジッペルは、西ドイツ・ラインラントップ・ファルツ州、バート・デュルクハイム出身のサッカー選手。ボルシア・メンヒ・エングラート・バッハ所属。ポジションは、ゴールキーパー。1、FC ・カイザースラウ・テルンの下部組織出身。2005年にトップチームに昇格した。昇格後は、ユルゲン・マッホ、フローリアン・フロムロビッツの控えを務めた。その後、フロムロビッツの怪我、マッホの遺跡もあり。 2007から08シーズン途中にレギュラーをつかんだ。2010から11シーズン後半戦はケビントラップにポジションを譲ったが、2011から12シーズンは開幕から低迷し、20試合未勝利を記録するなど最下位に沈み、後半戦はトラップからポジションを奪い返したが振るわず、チームは2部に降格となった。 二部降格後も2015年の対談までポジションを支出した。2015年5月26日、ヤン・ゾマーの控えとして、ボルシア・メンヒ・エングラート・バッハにフリーで加入、三年契約を結んだ。U21 代表では2009年に欧州選手権を制覇した。2010フィーファワールドカップの際、ヨアヒム・レーブ監督が暫定メンバーの一人に選んだが、 最終メンバーからは外れた。ありがとうございます。